パラスティカの豆だと澤出です。新年度やってまいりました。新年度がパラスティカも新年度、うん、1年間の計画を一緒に立てていこう。はい、やっていきましょう。1年間結構時間ありますから。そうだって来年の3月までってことでしょ。要はそうだよ。すごいね。そう、やりたい企画など、うん、出していきたいと思います。ぜひね、我々も今ここで出していくんですけれども、はい、皆さんもコメント欄でね、はい、あのちょっとご協力いただけたらと思いますので、はい、はい、お願いいたします。まず一個ご報告がございまして、はい、パラスティカのアイキャッチが変更になります。はい、2年ぐらいね、うんうん、イラストを描いていただいたものを使ってたんですけど、はい、グッズにしたりもしたよね。そうだね。靴下になったり、うん、サコッシュになったりとかして、そうよ、あの愛着のあるアイキャッチだったんですけど、うん、はい、変えてみようということで、うん、あのこちらのこれねこれになってますから。これになってます。はい。前のやつと少し違った感じで。そうそうそう。ちょっとまたスタイリッシュな感じになったので。うんうん。しばらくね、あの、うん、慣れないと思います。はい。2個目変えた時も、ちょっと慣れないって。パラスティカーの私たちの声が入った方がいいっていう声もしばらくいただいたんですけれども。あったあった。皆さんよろしくお願いします。お願いします。だからさ、新しいアイキャッチでもグッズ作ろうね。うん、そうだね、うん。確かに。なんか T シャツとかね。エコバッグでしょ？あ、そうだそうだそうだ。エコバッグ、うん、エコバッグ。エコバッグ作るってもう書いときます。じゃあグッズね。まずはグッズ案を出していきますから、皆さん。エコバッグも作りたいのよ。いいよね。うん。エコバッグなんて何個あったっていいんだから。そうそう。ね。ちょっとコンビニ行くときに使ったりとか。いいもんね。うん、何個あったっていいね。なんならその2サイズ展開とかで出したい。あ、これぐらいのと。そう。ち結構大きいのとね。そう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 。うん、コストコ行くときに持ってけちゃう。持ってけちゃう持ってけちゃう。ね、うん、いいじゃんいいじゃん。エコバッグ作ろうよ。はい。ハンドタオルってさ、うん、何枚あってもよくない？あんな、そう、本当にそう。そうそう。だから新しいアイキャッチのやつもあって、確かに可愛いかも。可愛いね。うんうん。でそれこそさ、前の雑談かなんかで話したけどさ、うん、もうジャンボうちわとか作りたいもん。あ、これでしょ、顔の。そうそう、顔の。いや、いいじゃん。ステッカー絶対作ろう。ステッカー欲しいね。うん、欲しい欲しいって言ってさ、うん、何年も作ってないから。そう、もう絶対に作りたい。そう、こればっかりはもう自分が欲しいもんね。欲しい。うん。まあじゃあそしたら、うん、今年絶対作るものとして、うん、エコバッグと、そうだね、ステッカー、まあハンドタオルもいけるかな。いけるね。なんかいいんじゃない、その日用グッズみたいな。そうだね、あれでできるかもね。ジャンボチュアは、まあ、今年度か分かんないけどいつか絶対作ろう、うん、そう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 、そうそう。プラスでなんかまあ T シャツとか、うん、あとなんかローンティートレーナーとかあるかもしれないですけど、うんうん、そうだね。はいはい。じゃあイベント、イベントね、関係、うん、じゃあもうトークイベントやろ。あー、トークイベントやろ。うん、やっぱうちら雑談を最近メインで動画出してるから、うんうんうん、トークイベントはやりたいよね。やりたい。まずは東京で、じゃあ、うん、東京で ねやる方向で、かろうじてうまくいったら、うん、地方も行きますかろうじてね。うん、そう、大阪のあれだよね、チケット販売した後にコロナ出ちゃって、うん、中止になっちゃった大阪があるから、うん、それは行きたいよね。大阪はやっぱ年内にね、行きたい、ね、行きたい。やっぱリベンジしたいですね。前も言ってたんだっけ、フリマイベント。あー、フリマやりたい。フリマも早急にやろね。だからもううちら本当にこれやりたすぎて、服とか本当ためにためまくってるから。そうなの、調べたのこの間、会場とかも、うん、したらやっぱ原宿とかでも、うん、イベントスペースみたいの、うん、借りれて、うん、あの部屋っていうか大きいところ、はい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 、そこであのフリマやっても OK みたいな会場もいっぱいあったので。あ、本当に原宿だったらみんなさ、うちらの服買って、うん、買う前に、まあ、どっかね、お買い物とか、うん、ってパラ巡りしてから来れるかもしれないし。あ、それいいね、確かに。うん、場所原宿。場所原宿で。いや、うちはさ、結構凝るとこ凝っちゃうじゃん。うん、そう。なんか間違って紙袋とかショッパー作っちゃいそうだもん。でもさ、うん、それ用のさ、あの、うん、ステッカー作ってさ、紙袋に貼るだけでも買うよね。うんうん、いや、かわいい。いいね。うん、じゃあそれにしよっか。ね、うん。
あれみたいにサンリオショップみたいにさ、あーかわいいね。そうそう、選べないじゃん。なんかおもちゃみたいについてるでしょ。そう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 、おもちゃ何がいいですかみたいなさ、うんうん、変なとこ凝るとこ凝っちゃうからね。そうなの、うちらはね凝り性ですよ皆さん。それがいいとこだけどね。そう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 、普通にトークイベントで東京と大阪行けて、うん、フリマイベントができたら、うん、結構あれよ、活動的よね。そうだよね、なんか充実してるよね。だってパラスティカなんかイベント1年のうちに2回やったら多い方だよね、うん、うん。今年今年度できるかわかんないけど、うん、バスツアーはやっぱやりたいな。やれたいね、うん、なんか調べたのよそれも、うん、バスどれくらいで借りられるんだろうって思って、用途が用途だからそのツアーをやるってなったらちょっとわかんないけど、うん、まあ、普通に大型車、はいはい、だったら10万ぐらいで借りれるっぽい。じゃあ、あと運転手の人もね、その会社にお願いして、お願いして、ツアーコンダクターは我々がやればいいんだよね。そう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 。あと私、あの、海の家やりたいな。海の家ね。うん、これもいい、ね、今年の夏とは言わないけど、うん、食べ物出したりとかでしょ。あ、そうそうそう。うんうんうん、もうそれで言ったら、それで言ったらではないけど、うん、グッズのポップアップショップとかもやりたい。やりたいやりたい、うん。これでもね、どうやら結構ハードルが高いらしい。ポップアップショップを開くっていうのって。そう。でもね、調べたの、これも。うん、どうだった？これも調べたんだけど、うん、あの、例えばこれをルミネとか、はい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 、パルコに出したいってなったら厳しいけど、うんうん、なんかよくさ、入り口のなんかすごいなんか駅の中で一角やってるとことかあるじゃん。あるあるある、うん。ああいうのって結構安かった。あ、そうなんだ。うん、だけど、あれ、それだと、うん、人来すぎちゃった時大変だから、そうだよね。やっぱりフリマイベントみたいに、自分たちでポップアップを自主的にするんだったら、うんうん、多分できそう。そういう感じでやるのは全然ありかもしれない。ありかもね。うん、オンラインイベントも2人でもやりたいな。そうだね。うん、なんか地方の方たちもね、来れなかったりするから。そうそうそう。できたら最高。イベント、うん、なんか何が楽しみかって、うん、今うちらフリーだからさ、うん、自分たちでやることもできるじゃん、うん、そうだね。あ、そうやったじゃん、うちらで自主でやったよね、イベント。やったわ、池袋でやった。そう、池袋でやったんだけど、あの時私ね、うん、なんか準備すっごい楽しかったのよ。私も楽しかった。楽しかったよね。なんか会場も本当に2人で探して、そうそう、連絡して、そうそう、見学行ってみたいな。なんか文化祭を思わせる楽しさじゃなかった？わかるわかる、文化祭だった。そう、そんな、あの、文化祭の気持ちでイベントやないでくださいって思われるかもしれないんだけど、楽しさ通り行ったらってことね。そう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 。そうそう、楽しさ的には、そう、本当文化祭のあの感じ。そう、でもね、やっぱ事務所に入ってたことによって、うんうん、なんかその、イベントのロゴ作ってもらえたりとか、うん、そうだね。あの、キービジュー作ってもらえたりとかして、うん、案出して、それをさ、うん、あの、なるべく実行してくれたから、うん、あの、まあ、勉強にはなったよね。よかったよね。すごいなんか得たものがすごい。そうそうそう。勉強になった、本当に、うん。またそれを自分から、自分たちで一からやる楽しみもあるから。うんうん。そんな感じかな、イベントは。そうだね。うん、そうしよう。やりたいこと、企画とか。はい。さっきの動画が前後しちゃうかもしれないけど、うん、やっぱアレルギー検査。アレルギー検査やりましょう。そんなこじんまりしたこと、最初じゃねえだろって思われても、いや、アレルギー検査。アレルギー検査やろうね。アレ検って。アレ検査一緒に。アレ検。だけど、ほんと細かいやつ。全部出るやつとか。そうだね。うん。あと、あれやりたい私。あの、プロの耳掃除のやつ。うわ、行きたい。行きたくない？行きたいよ。いや、でも、ちょっとみんなが行きたくても行けないところさ。そうそうそう。行くのはありだよ。そうそう。めっちゃ汚かったらさ、どうする？うん、それはごめんなさいって感じ。でも、仕事でイヤホンとかヘッドホン使う人は、うん、もう耳汚れちゃうのは仕方ないらしい。あー、だよね。ずっと密閉された状態だからね。そうそうそう。キャンプ、まあ、ないしはグランピング。うんうん。行きましょう、うん、これは個人的にやってほしいこと言っていい？言うよ。あの、豆田さんに免許取得してほしい。今年今年だ、といいの取って。いや、いいと思うんだ。もうな、許可するわ。許可私が。そっか、うん、ちょっとじゃあ免許、そう、免許ね、最近取った方がいいんじゃないって言われる
家族以外にね、そうだよね、いろいろことが多かったから、うん、免許を検討する年内で取るか取らないか、だから取るってなったらもうちょっと報告するよ、みんなにご報告ですって。そうだね、うん、取る条件が揃ってきている気がする。まあ年内じゃなくてもいいけど、うん、ミラコスタ行きたい。あー、ミラコスタね、二人でミラコスタ、ミラコ、ミラコ行こう。二人でミラコ行きたい。シャンパンとか打ち明けたいな。なんか大人のミラコしない？あー、いいじゃん。そう、なんかちょっとバーとかでさ、あ、いいね、飲んだりとかしてさ。いいな。え、バーあんの？わかんない、今わかんないこと言ったわホテルには全部バーついてるっていう概念で喋っちゃったけどいや、ありそうだけどね。あとなんかあったっけな、二人で。もうさ、家で動画撮り尽くしたやん。うん、尽くした尽くした。ちょっと一旦外出たい気持ちもあるもんね。出たい。うんうん。焚き火の前で雑談とかしたいもん。むしろさっきトレロ見て吹き出したもん私そう、渋い子だからヒロシになりたいのかなって下の方にこっそり焚き火雑談って書いてあるでしょやろうよ。企画とかじゃなくてやりたいことになっちゃうけど、うん、あの撮影するためのパラハウス、あー欲しい、ま、ね、狭くてもいいからさ、欲しい欲しい、欲しくない？欲しい。もうサワデイさん家にもお世話になりすぎたよ。え、いいのよ、うちに来てもらうのはさ、うん、全然いいんだけどさ、うんうんうん、なんかその2人の秘密基地的な、うん、でもさ、うん、結構リアルな話さ、うん、機材とか全部置いとくにはいいかもね。そうそうそう、そう、もうこういうのとかも全部置いといてさ、そう、今後何かとね、そうそう、事務所みたいなのが確かにあった方がフリーになったからいいよね。うん、なんか多分さ、うん、そのシーズンになるとやりたくなることとかも出てくるじゃん。あー、わかる。そう、確かに確かに。だから今年もしかしたらまたみんながプール企画望んでるかもしれないし、うん、知れないしね。そしたらその時にちょっと対応したりもして。したい。そうだね。あと私あれやりたい。何？あのスキー、スノボ。あんたウィンタースポーツ私に？うん、危ねー。うーん確かにちょっとあの運動系の企画は相当やばいからちょっとやりたいね、うんうん、やりたいやりたい、うんうん、お酒ね。お酒、泥酔してる姿って見せたことなくないみんなに？ない。あんまりちょっとひどいんだもん。うん、そうなの、そうなの泥酔グッズ、うんうん、そう、喫茶店のグラスあるじゃん、かわいいやつ、うん、なんかああいうのとか作りたい。純喫茶パラ、純喫茶パラ、うん、ごめんなさい、戻っちゃって。いいのいいの、忘れないうちに。私最近コーヒー豆引いたりしてんの。マジで、うん、だから意識高じゃ、あの美味しいのよ、だから私が豆引くから。いい、うん、豆が豆引くって書いとくわ豆を引く豆だ、豆を引く豆だ。ここに書いたことはちょっと、うん、なるべく、ま、年内とプラス先で叶えてくっていう感じにしましょう。そうだね、うん、ま、なるべく年内、うん、なるほどね、なる年、なる年で、で年度末に、うん、その何ができたか、そうだね、振り返ってみましょう。3月末ぐらいにね、うん、来年のね、うんうん、そう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 、いいじゃない。はい、まあ、こんな感じで、はい、皆さんもぜひコメント欄でパラスティカにこういうことやってほしいとか、こういうイベントがやってほしいっていうのありましたら、はい、ぜひコメント欄で教えてください。はい、お願いいたします。私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。ガニュニュニュ。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。